はい、こんにちは。今日はハーブの里フィッシングセンターに来てますね。ハーブ大丈夫だ。ハイになっちゃってんじゃねーの。ハーブてんてん聞いたぜ。そっちのハーブやりますハーブね、はいはい、で今日なんと地元アングラーの真田の兄貴に来てもらってます。よっ稲本一ちょっと何言ってるか分かんないですけど。いや魚あーそうなんですか。ちょっとごめんなさい、無知があります。おー日の本一って言うんだ。ちゃんと勉強してはい真田さん、それ持ってるのは何ですか。これね、はい、地元の長野県の、まあ、地元のパンとかどこにでもあるんだけど、はい、このね、やばい小松の牛乳粉。うわこれね、うわすごい、これ見えるかな。クリームがね、クリームとね、これアホみたいに入ってる、まあ、結構人気の、あとで実食しましょう、まあ、これ人気のパンなんですけど、これを持ってきました。やったー、ありがとうございます。いただいてもいいですか。ただであげるわけにはいかないので、じゃあこれから、ね、僕と早掛け勝負をして、僕に勝った人から食べる。おお、なるほど。よし、こんな感じでやりましょうかね。わかりました。よっしゃ、まあ、ただ飯食えるなと厳しいぞと、世の中そんな甘くねえぞと。よし、わかりました。じゃあ早掛けね。早掛け、はい、だいぶね、今ねやってたんですけど、なかなかね難しいっすよね。ちょっと仕上がってる感があるけど、ちょっと工夫しないと、はい、そこはね、皆さんの前で任せておいてください。どうしますか。1本早掛けでいいですか。1本より早くかけた人。はい。OK。よし。わかりました。ありがとうございます。じゃあ大丈夫だ。どうかな。真田なめんな。真田。ああ頑張るで。真田丸。はい。ということで、はい、早掛け勝負スタート。絶対勝ちが…はい、OK。 はい、それでは始めたいと思います。では用意始め。ハーブの里さんはすごい魚種豊富じゃないですか、入ってる。真田さんは今どの魚種を狙ってるんですか。ニジマスを。なるほど、マイクロ表層でニジマスを狙っていると。まあ真田さんといったら僕のイメージはやっぱマイクロスプーン、まあスプーンがやっぱお上手っていうイメージありますけど、はいはい。ちょっと他の人も見ていきましょう。メガネさんは今逆さニョロで狙ってる魚種は、じゃあまあ割と何でもみたいな感じですかね。うんうん、なるほどなるほど。エマさんは今何に巻いてるんですか。ハント。おっと、ここで真田の、あ、ちょっと待って。ああ、あ、ここで真田の兄貴、まあ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 、そうっすよね。 ここで真田さんがねもう釣っちゃってたら、もう誰一人牛乳パン食べられないことになっちゃうんで、優しさですよね今のはね。うん、いやさすが、ありがとうございます。真田がさんが優しくしてくれてんだよ。ちゃんと釣って。この間に食わせるじゃん。コスタさんは何、今何狙ってるんですか。ウェネのニジマスを。おおおお。真夏の。
真夏の代表、西陸で。おー、0604だとあっちまで飛ばないんで。あー、はいはいはい。あの流れ込みの奥行きたいんで。あー、なるほど。そう。はー、へー、いいっすね、これ。これいいな、これ。これ、え、はい、あー、ごめんなさい、ごめんなさい。エヴァさんは何やってますか？今ね、スプーンやってる。スプーン、うん、この感じはじゃあボトムスプーンですか？そうです。なるほど。今日まあボトムの反応いいですからね。まだ一回も今日はやってないんだけど、どうかなと思って。素晴らしい。一本早掛けという場面でまだやってないことをチャレンジしていく精神。ありがとうございます。気持ちだけね、伝えていきたい。はい、コスタさんは何にしたんですか今？ハーブといえばさ、はい、エスプラートさん、はい、エスプラート、お、あ、まあいいや、エスプラートさんといえば、ディスプラウトさんといえば、森田さん、ディッシュ、あ、スプーンはディッシュ、ディッシュ有名ですね。ディッシュ、ちょっと興味じゃないからディッシュ以上になって、あ、なるほど。ディッシュの何グラムですか？03。おお。早く早く一本釣ってよみんな。牛乳パン食べたくないの？食べたい。食べたいよ。あ、僕はもうはい、もうあの真田さんと仲良しなんで、僕はあのこんな勝負とかしなくてもいただけるんで大丈夫。もうコスタさんはもう関係なくもう斜め投げしてますね。得意技なんで。お、うわ、今んとこみんなね、食っては来てはいるけどって感じ。おっと、バレたバレた。また真田さんかけたけどバラしてくれた、優しいな。おっと、これでエヴァさんヒットさせていく。さあキャッチなるか、キャッチなるのか。お、これキャッチできそう。しかもこれヤマメ、ヤマメ、ヤマメ、しかもめちゃめちゃ美味しそうですよ、そのヤマメ。やった、食べます。じゃあエヴァさん、はいはい、エヴァさんは牛乳パンゲット、ゲット、ありがとうございます、うん、いや DJ ね、DJ、 DJ、 おさすが、うん、真田さん今何巻いてるんですか？ドリフトスピンを巻いてます。お、ドリフトスピン、まだ発売してから半年ぐらいですかね。半年、もうちょっと経ったか。さっきかけてたのはドリフトスピンですですか？あ、すごい。おっと、コスタシヒット、コスタさん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 、珍しくランディングがちょっと危なかった。いや、超慎重にいったから。 GJ ですか？ GJ ですね。 GJ いいっすね。よかった、よかった。 GJ オメガ、オメガ、オメガ、あ、いいっすね。じゃあ牛乳パンゲットということで。牛乳、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 俺の牛乳飲むかい？あとメガネさんだけですけど、真田さんもういいですよ、釣って終わりにしていいですよ。はい、さあちょっとかなりね厳しかったんで、イン側に2人とも移動していただきましたが、さあじゃあ釣ってください。はい、
いや、かなり温度も上がってきましたね。お、真田さんは、マイクロスプーン BF06、 おーほー、わずか数頭で決める。さあ、いや、あ、忖度出ました。真田さん、オート忖度。さあ、メガネさん、このチャンスを生かせるのか。メガネさんは GJ、まあ、GJ にでもでも反応してますね。おい、 GJ 反応している。2人ともバイトは出てますけどね。暑い、来た。真田さん来ました。さあ、はい、ナイスキャッチ。ということで、メガネさん残念ながら牛乳パンなしということで。メガネさん、メガネさん、終わってる？終わりましたよ。うん。俺のパンはないの？牛乳パンはもうメガネさんはちょっと今日はなしということで。はい、行こう。メガネさん、エヴァの牛乳パンなら好きなのか。いや、いいかな。エヴァの牛乳パン出す。エヴァの牛乳パンいいかな。こうやって絞るよ。うまそうだな。はい。俺の牛乳どうかい。はい、お疲れ様でした。牛乳パンもらった人、もらえなかった人、はい。じゃあ、これからはメガネさん、真田家の家臣として。そうだね、真田一門としてやっぱり、ね、勤めるということで、勤めなきゃいけないね、うん、大阪夏の陣までということで、もらっていいですか。まあね、メガネさんも頑張ったんでね、はい、ありがとうございます。よし、食べましょう、みんなで。ダメダメ、殿ダメですよ、やばやかしダメですよ。こうやつすぐつき上がるんで。そうだね、あざます、つき上がってないっす。褒めて伸びる、褒めて伸びる、頑張ってね。令和の指導ですね、まさに。じゃあ本当に牛乳パンね、わざわざ予約までしていただいて、取っていただいてありがとうございます。美味しく食べてください。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。じゃあ牛乳パン食べよう。あ、じゃあ牛乳パン ね食べましょう。じゃあいただきます。うわ、うわ、うわ、うわ。すごい。マツコでやってたんですか？マツコでやってた。クリーム半分ないわ。これなんか食べ方あるんですか？わんぱく食いしてください。ちょっとでもわんぱく食いしたいね。おはい、牛乳パンね、食べてみてください。はい、うん、ありがとうございます。ごちそうさまです。では、バイバーイ。